去年、国民民主党を離党して新党を結成した教育無償化を実現する会の前原代表はきのう日本維新の会との合流について議論を始めることを明らかにしました前原氏は相手のあることであり現時点では白紙だと述べつつも野党共闘が不可欠になるとして協力の必要性を訴えました